この度はお集まりいただき大変申し訳ございません。今回の件に関しまして一刻も早く自分の口で説明と謝罪をさせていただきたいと思い、この場を設けさせていただきました。本当に申し訳ございませんでした。ではここからは質問を受け付けたいと思います。質問がある方は挙手をして会社名とお名前をおっしゃっていただいてから質問をお願いいたします。はい、ではそちらのメガネの方。はい、すいません、夕刊デイズの飛永です。お願いします。お願いします。今回謝罪会見ということですが、まず誰なんでしょうか。何の仕事をしている方なんでしょうか。ちょっと調べても出てこなかったので逆に気になって会見に来てみたんですけども、まずそこから説明をお願いいたします。はい、まず仕事に関してですが、本来であればこういう仕事をしていると言いたいところなのですが、今回の不祥事によって現在仕事をしていない状態ですので、その答えに関しては差し控えさせていただきたいと思います。もしどうしても知りたいということでしたら法的な処置を取らせていただきます。そんなまずいこと聞いてますかね。ざっくりでいいんですけども、芸能関係の方でしょうか。はい、それもはっきり明言してしまうと不快に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、広い意味では芸能関係ですが、個人的には建築関係だと思っています。どういうことですかね。 あります、そういう仕事。建築関係の芸能活動をしているということですか。何ですか、建築関係の芸能活動って。ちょっと僕もよくわかんないんですけども。ひろみさんみたいなことですか。まあまあまあ、例えば。あ、全然違います。あ、そうですか。すいません、僕の説明が悪かったです。大変申し訳ございませんでした。いや、そこはそんなしっかり謝らなくていいんですけど。他に質問がある方はいらっしゃるでしょうか。あ、すいません、全然答えになってないんですけども、結局誰なんでしょうか。名前を聞いてもいいですかね。質問がある方は挙手をお願いします。はい、はい、すいません。同じ方ばかりになってしまいますので、はい、今度から質問は1人1個とさせていただきます。すいません、誰なんでしょうか。名前を聞いてもいいでしょうか。ではそちらのメガネの人。あ、はい、夕刊デイズの飛永です。よろしくお願いします。お願いします。水陽介です。あ、名前言いましたね。質問は何でしょうか。あ、名前聞きたかったんですけど、なんか言いましたね。大水さん、はい、大水陽介さん、はい、あ、じゃあ名前は大丈夫なんですけど、そうしましたら、先ほど不祥事によって仕事をしていないとおっしゃいましたけども、はい、具体的にどういう不祥事があったんでしょうか。具体的にというのは金額とか回数を具体的に言えばいいんでしょうか。ちょっと何のことか分かんないんですけども、まあ、全体的に詳しく教えていただけるとありがたいんですけども。はい、経緯を説明すると長くなってしまうんですがよろしいでしょうか。あ、全然大丈夫です。ありがとうございます。ではまず私の両親の出会いから説明させていただきます。結構長そうですね。私の母は幼少期は男勝りな性格だったと聞いています。すいません、長そうだな。ご両親は今回の件に関係あるんでしょうか。全く関係ないです。じゃあやめましょうか。他に質問がある方はいらっしゃるでしょうか。いや、答えていただいてないんですが。はいはいはい。では他にいなそうなので、じゃあそちらの何回も質問してくるメガネの出しゃばりの人。ひどいな。あ、質問いいですか。すいません、はい、さっきの質問と同じになっちゃうんですけど、これは何の謝罪会見なんでしょうか。はい、質問に答えたいところですが、今会社名とお名前をおっしゃらなかったので、今の質問は無効とさせていただきます。厳しいな。そのうのみたいなルールあるんですか。あ、はいはい、夕刊デイズの飛永です。じゃあもうみんな帰ってしまったので、じゃあそちらの安物のスーツのクソメガネ。いや、ひどいな。いや、ひどいっすよ、それ。何でしょうか。今ね、大水さんのお名前をネットで検索したんですね。はい。そしたら大水陽介さんっていう名前のツイッターが出てきたんですよ。はい。これはご本人でしょうか。どんなことが書いてますか。まあ、大体は懸賞が当たるリツイートと、あと野球のダルビッシュさんに投球フォームのダメ出ししたりとか、そういうクソリプばっか飛ばしてるアカウントなんですけど。ああ、僕で間違いないです。ああ、そうですか。で、これプロフィールに舞台役者を目指しながら工事現場でアルバイト中って書いてあるんですけど。ああ、そうです、そうです。
これが芸能関係の建築関係ってことですかね。そうです、はい、そうなんですか。あ、じゃあそしたらその舞台役者をやっていて、もしくはその工事現場の仕事をしている中で何かしらのトラブル、誤ることがあったということでしょうか。はい、間違いありません。あ、じゃあそれ何か具体的に教えていただけると助かります。お願いします。はい、まず所属している劇団員の女優にセクハラをしまして、そして新人俳優にパワハラもしました。あと演出家を飲みの席で何回かぶん殴りまして、劇団を辞めることになったんですが、辞める際にその劇団の金を横領しました。そしてその金を持って違法カジノに行ったんですが、カジノで負けた腹いせにディーラーを数回ぶん殴りました。その後逃走したんですが、逃走の途中に車を窃盗しまして、その後アルバイトをしているアルバイト先の建設会社に不法侵入しました。そしてそこの会社の金庫から金を盗もうと思ったんですが、そこで警備員に見つかりそうになったので、その警備員を数回ぶん殴りました。その時点でちょっとまずいなと思ったので、国会議員をしている父に頼んで全部もみ消してもらいました。今回は本当に申し訳ございませんでした。すごいスクープじゃん。最後までいてよかった。